はい、政府の対応がですね、すべて後手後手に回っているという批判もあるんですけども、まあ、後手に回っているというのはもう確かにそうなんですけども、何と比べて後手なのかということもありますしね、あとは政府の対応を待たないと、私たちが、まあ、個人でね、判断して動けないっていうようでは、もうこの時代、厳しい方かもしれませんけども、全部ね、政府に操られているってことになっちゃいますんで、政府の見解は非常に大事なんですけども、それとは別に、個人の見解と行動をいつもいつもしておかなければならないのかなと思うんですよね。例えば今回ですね、こう全国すべての公立小中学校が休校になったということ、安倍首相が表明されていました。3月2日から施行されるようなんで、来週からですね、お休みに入るということになっちゃいますけども、これ実は安倍総理の前に、どうなんですかね、いろんなイベントとか中止になってきたじゃないですか。でそういうのに合わせて、もしかしたら学校も閉鎖されるんじゃないかな、もしくは学校の単位の判断で学級閉鎖っていうのは別にあったわけですよね。でそうなると、明日から学級閉鎖だよお母さんって言って帰ってきた家庭のお母さんっていうのは、あ、大変なんですけども、確かにね、いろいろとこう日常生活も変えなければならないのは致し方がないかなと思うんですよ。で全部の学校とかね、それからフリースクールもそうかもしれませんし、子ども食堂もなんかね、閉鎖されるところが多いみたいなんですけども、これはまあ、今回の状況に照らし合わせるとありえるなとは私は思ってたんですよね。で、まあ、後手後手の話になりますけども、今回の騒動ってのは、どこから始まったかっていうと、多分ね、YouTuber だと思うんですよ。YouTube をしてる人が、どうもこの辺の地区で何か怪しいことが起きてるみたいだぞと、これ世界中に広がるんじゃないのっていうところから、12月ぐらいからね、私も11月の下旬から放送をしてたんですけども、12月に、ある一定の地区で収まるのかなと思ったら、おやおやそうではないぞと、1月になったら、もう毎日のように私もね、報道してきたんですけども、テレビで取り上げられることはあんまりなくって、で、1月の中旬から下旬にかけてですよ、やっぱりニュースでポロポロとやりだして、今はもうね、テレビどころかニュースどころか、近所の噂話にもなってるレベルなんで、もうはっきり言って私から見ると、国民全員が後手後手になってるなと思いますし、政府の対応がね、さらに後手みたいな感じかなと思うんですよ。だからなんかね、私思うんですけど、内閣のなんかね、メンバーに YouTuber を何人か入れた方がいいんじゃないかなと思いますよね。どうなんですかね。はい、ちょっと話戻しますけども、小中学校が休校になると大変だと思います。今までね、学校に子供を行かせて、その間にパートに出られてた方とかともいると思うんですよ。で、それが、子供たちが家にいるってことになっちゃうと、やっぱりね、家を一人留守番させておくわけにもいかないんで、職場を休んだりみたいなことがありますし、実際に、看護師さんで、小学校とかね、幼いお子さんをお持ちの方で、看護師として働いてた方ってのは、病院勤務ができなくなっちゃうってことで、なんか病院のね勤務体制を変えてきたところもあるんですよ。だからもう全然対応できないと、医療機関も、まあ、いろんなところにねこういうふうな影響が出ていきます。まあ、ここまでを予測しろっていうとなかなかね厳しいところがありますけども、お子さんをねお持ちの方に今回はちょっとね私も含めてなんですけども、当てにしてた預け先がダメになった時のやっぱリスクヘッジもしておかないと、慌てることになっちゃうなということを今回気づきましたね。でこの安倍総理の判断っていうのは必ずしも正解ではないと思いますけども、じゃあ代わりにどんな方法があったのっていうふうに聞かれた時にないんですよね。こういうふうな、ね、小中学校は休みだよって急に言われても困るっていうふうな気持ちもありますけども、逆にじゃあどんな方法だったら100点満点でしたって言ったらなかなかないんですよね。だからその現状の中ではベターな選択を取ったんではないかなと思います。もちろん厳しい家庭環境の方もいらっしゃると思いますけども、あくまでも全国平均で多くの方が被害を受けずに多くの方が安心して暮らせるようにっていうバランスのもと考えたんではないかなと思うんですよね。ただやっぱりね、言えるのはこういったことに対してやっぱりね補助金を入れてほしいなと思うんですよね。パートを休んで、仮に休めたとしても子供とね、一緒に暮らすことができたとしても、パートを休んだ間は日給入んなければ困りますからね。で、その間のね、経済政策を、153億とか小さいこと言わずに、5000億くらいドーンと出してほしいなと思いますよね。ちなみに5000億っていうのは予備費として、今回の対策のために準備されてるそうですよね。まあ、発動されるのかどうかわかりませんけど。以上です。